ございます。ありがとうございます。と雪はなんかベチャっとした雪ができてだいぶ圧縮されてきたんじゃないかと思いますけれども、ただ今からうちでとも取りたいそうです。これも先祖様なんか戻ってるもんな。戻ってる。しっかり戻ってる。量が多いからよ。当初の目的通り、キッパヌの郷土料理の技ですとか、それから文化が伝わるようなそういった目的は達成できたと思いますし、それに加えまして、世代間の交流とかそういったものも一緒に達成することができましたので、非常に良かったというふうに感じております。